皆さんこんにちは。ミツバチを飼っている草野です。今日はこちら蜜蜂の飛行訓練ということについて動画を作ってみたいと思います。蜜蜂の飛行訓練、聞いたことない方もいらっしゃいます、いらっしゃると思いますが、養蜂家の皆さんは、ご存知だと思います。私が今回、参考にした情報によりますと、蜜蜂の飛行訓練のことを記憶飛行またはオリエンテーションフライトとも呼ぶようです。今日はこのことについてお話をしたいと思います。その前にまずミツバチの寿命についてお話をしておかなければなりません。皆さんはミツバチの寿命についてどのくらいの寿命があるかご存知でしょうか。養蜂家の皆さんはすでにご承知だと思いますが、ミツバチに詳しくないお方も多いと思います。普段ミツバチの寿命など考えたこともない方が多いのではないでしょうか。ミツバチも昆虫です。ミツバチにも寿命があります。私の認識では30日、1ヶ月の寿命だと認識しておりましたが、今回、参考にした情報によりますと40日と書いてありました。30日から40日と考えておけば良いと思います。今回は都合上、今回の動画を作るにあたっては30日ということで作りたいと思います。最後までご視聴ください。よろしくお願いします。記憶飛行オリエンテーションフライト、どういうものかというのをお話をしてみたいと思います。ミツバチは羽化して成虫になるとすぐ外に飛び出して蜜を集めたり花粉を集めたりするものでありません。まず羽化して成虫になると巣箱の中の掃除、そして巣箱の中の幼虫に餌をやったり子育てをするという係、そしてまた巣作りに励む、さらには外から蜜を集めてきた蜜蜂たちが集めてきた蜜を使って蜂蜜の仕上げ、こういうのもするんだそうですね。そして警備、これはどういうことかというと、ミツバチの天敵、外敵が入ってきた時に、守る役目ですね。例えばスズメバチが入ってきたら、スズメバチに対抗して、追い払う、あるいは、みんなで、団子を作ってやっつけるとか、そういう警備の係をする。そしてこれらの仕事が約20日ほど続くんだそうです。なかなか大変ですね。ミツバチも大変です。こういう仕事を順番にこなしていって、やっと高卒業する頃には20日ほど経っておる。そうすると30日を寿命と考えたら、あと10日ぐらいしかないではありませんか。さて20日を過ぎたミツバチたち、やっと外に出て蜜や花粉を集める期間はなんと約10日ほどになってしまいます。30日を寿命と考えるとそういうふうになります。そして外に飛び出す最初の日にやるのが実は
記憶飛行、一番初めに書いておりましたけども、ミツバチの飛行訓練、記憶飛行、オリエンテーションフライト、記憶飛行。昔から養蜂家の方々は時騒ぎと呼んでいたそうです。時騒ぎ、どういうのが時騒ぎ、記憶飛行なのか、ちょっと説明をいたします。記憶飛行というのは、いわゆる初めて、巣箱から飛び立つ蜂たちが飛んでいって帰れなくなったら大変です。初めて飛び出すわけですから、自分の巣箱をしっかり位置を覚えていかなくちゃいけません。そのために顔を巣箱の方に向けてホバリング、まあ、その場飛行ですね。ホバリングで、巣箱の位置や周りの様子をしっかりと覚えるんだそうです。そのために、ホバリングをやります。これはほぼ毎日、こういう現象が起きます。なぜ毎日かというと、生まれる成虫も毎日生まれるんですね。女王蜂が卵を毎日産みます。毎日産むからには毎日成虫になることも当然のことなんです。ということは30日経って命が尽きるミツバチもおります。つまり毎日卵を産む、毎日成虫になる、その代わりに毎日死んでいくミツバチもいるはずです。中には巣を飛び出したまま外で蜜を集めて力尽きて帰れなくなったミツバチ、あるいはやっとこさたどり着いたけど、その場で力が尽きてしまうミツバチ、その他いろいろです。毎日生まれる、毎日卵を産む、毎日生まれる、毎日、死亡する、その繰り返しです。ミツバチは、それにもめげずせっせせっせと毎日働いております。けなげな姿に頭が下がります。さて、この情報は実はネットで調べて養蜂場だより、これを参考にして、作りました。養蜂場だより、私自身うろ覚えだったんですけども、動画を作るにあたって正確に、情報を出さないといけないなと、正確に伝えたいと思ったので、養蜂場だよりを参考にさせていただきました。養蜂場だよりに感謝です。実際のホバリングの様子も見れますので、ご覧ください。10月13日火曜日、10時50分です。これは普通の活動です。普通はこのような状態で活動をしております。こちらも普通の活動です。この巣箱も元気のいい巣箱です。これも同じく普通の活動です。10月13日午後1時半頃です。飛行訓練、
になりました。こちらの方も飛行訓練をちょっとやっています。少し収まった頃でしょうか。だいたい似たような時間帯に飛行訓練が行われるようです。皆さん、ホバリングの様子ご覧にいただけたでしょうか。今日はこれでおしまいにいたします。ご視聴最後までありがとうございました。